にんかででなでないずらんずるみたいな感じだとピピラピラテみたいな。はい、どうもバーチャルゲーマーキズナアイです。今日はタオタリーアキュレートバトルシミュレーターやっていきたいと思います。この間もやったんですけど、ふにゃふにゃ人間たちをこうなんかいっぱい好き放題配置して戦わせるみたいなゲームです。でいろんなモードがあるんですけど、今回は前回の動画の最後にやったようなサンドボックスモードっていうので遊んでいきたいと思います。ねえ、やってみたかったやつがあってさ、マンモス一体で何人の人を蹴散らすことができるのかっていう。30ちょっと行き過ぎかな、10人から行こう。来ます。でやっ、どう、ほう、10人いても勝てないのかな。あ、勝てなさげ。30まで行こうか。ゴー。どうだ、さすがに30はもうありのようにプチプチいきますね。逃げてる、ちょっと待って、こいつこいつ逃げてるよ。そりゃ怖いよね。すごい、100人とかいっとく。ゴー。100人はさすがの、さすがに。あれ、100人にはさすがに負けると。60、おお、ほわ、あ、勝てそう、マンモス。あ、ダメだ。ってことはあれかな、50人くらいかな。へえー、すごい。ということで、マンモス1匹で多分50人くらいだったら勝てるでしょうということですね。はあ、じゃあじゃあ忍者がいるんだよ。忍者が、忍者30対ナイト30、これでどうじゃ。わあ、忍者強い。え、圧勝。忍者強い。これはいかがでしょう。で、盾があるからね。おお。あ、でもいい勝負っちゃいい勝負。あ、すごいすごいすごい、忍者押してる。あ、え、すごい。ちょっと増やしてみよ、こっち。え、だってさ、忍者よりさ、だって、あの、盾もあるしさ、こう、なんだこれ。剣もあるのにさ、忍者の方が強いの？あ、すごいすごいすごい。あ、これは、あ、これは負けてしまう、忍者。あらー、忍者負けました。でもあれだね、半分ぐらいの数だったら忍者が勝てるっていうね。おほう、面白い。え、じゃあ次どうしよっかな。この人たちなんだろう、吹き矢。これは、あ、え、竜竜、なんか人が持ってる竜。これは、あ、似た感じだ。じゃあこれと、雷操る人置いちゃおう。これでどっちが勝つでしょう。ああ、あ、竜が強い。なかなか竜強い。ああ、人間が操っているけれど竜が相当強い。へえ、竜対竜の、でもこれ倍のポイントだから2人で頑張ってみる。でい、めっちゃ、え、飛び回ってる。え、分身できるの、増えたよ。あ、孫悟空的な。え、強っ。え、こいつ強い。
じゃ2000対2000でどうじゃ決闘。あ、コテンパン。あ、でも負けて死んではない青い方も。あ、あら強いわニソンちゃん。これでいかがか。いや、分身できるのすごいよね。なかなかだって倒れないもん。え、これはどっちが勝つんだろう。あ、ブルーの勝ちだ。すぐに同じポイントでバイカリルトって感じなんだね。いろんなシミュレーションできてやっぱこれ面白い。じゃあモンキーキングとマンモス。マンモスモンキーキングよりポイント高いよ。どう？お、モンキーキングしぶとい。あ、倒せた。え、すごい。モンキーキングの方がポイント低いのに。え、すごい。じゃあ逆にさ、もう数で、弱いけど数で。え、どうなんだろう、勝っちゃうかな。あ、あ、モンキーキングやばいんじゃない。あれ、あ、勝てる。あ、ポイントじゃあ同じくらいの人数にしよう。4000だから、まあ、こんぐらいで。おお、勝ってる。あ、勝てる。逃げているけれど、こいつらちょっとサボり癖あるな。完全に逃げてるし、青いやつも撤退してるじゃん。ちょっとめっちゃ逃げ腰、あそこにいるよ。もう一人見逃す。あ、向かってる。モンキーキングのご尊顔やっぱ間抜けそうなんだね。ふにゃふにゃなんだ。あれかな、終わりを覚悟してるのかな。ごめん。あれ、倒された。こいつ一人で二人をやってしまうのか。おお、あ、同じぐらいのポイントだったら全然モンキーキング最強説。じゃあモンキーキング5人と、いっぱい、これ人数増えても変わらないのかっていうね。よし、いくぞ。どうなんだろう。うわー、あれさっきより圧倒的モンキーキング。うわー、圧勝。え、じゃもうちょっと増やしてみる。これでどうじゃ。あ、結構バッタバッタといくね。え、すごい。あ、でも青勝ってる。あ、青勝った。まあ、こんだけ数違えばそりゃあそうか。ポイントもね、2000ポイント近くあるし、人数でしたらもう何倍に、20倍、20倍じゃないわ、40倍くらいか。すごい。すごい。なんかこうやってさ、実際になかなかできないじゃないですか。あ、こういうゲームでシミュレーションするとすごい面白いですね。いろんな発見がある。よかったらみんなも好き放題やってみてください。それではバーチャルゲーマーキズナアイでした。またねー。